はい、こんばんは、おしのこです。メンバーの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今ね、ちょっとね、なんかチームのやつを見てたら、あれ中華復活したね。ねえ、なんか一応 B1 まで落ちてるんだけどね。これ乗っ取った形かな。わかんないけど、まあ一応完全にこれね、チャイナ、中国語だよね。で、メンバー的に見ても結構ね、レベルね、219とか、まあ多分これ福岡だろうね。もうこういうの見てわかるっしょ、あのボットやってたの。これあれでしょ、あのほこりかぶってたのをね、引っ張り出してきたでしょねえ。だって中華がこんな、だってデッキなわけないじゃんねえ。手持ちもコストね、17とか16ないしね。これが現実っすよ、マジで。うん、いや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 、またチーターかよ。まあでも、もうこのゲームチートありきだからね。もう運営がね、もうそういうの全部対策っていうか、もうそういうのもアナウンスもしないし、でどんどんなんかね、その使える、そのね、こういった機体をもう投げ売りしてるじゃん。もう俺もう終わるんじゃないかなと思うけどね。だって続かないっしょ、新規の人。まあ、この辺は課金したと思うよ。これでも日本人でしょ。ねえ、だから日本人と、これ中国語だ、もうこれ完全に福岡だよね。多分こいつのまあ何、ボットのアカウントを、まあねえ、どうなんだろう、これもうレベル見たらわかるよね。だいたい200いってるのはもう多分ボットだと思うから、1,2,3,4,5 だ。同士はもうみんなやめてんだよね、中華のね。まあやっぱだいたい6話か7話か、まああと新規で自分で今引っ張り出してるかもしんないからね、9話か10話かぐらい。ねえ、なんかパソコンね、5、6台引っ張り出して、やってる、ボットやってるかもしんないしね。だから、ブラウザーだとまともに動かないから、ね、クライアント版で、要はさ、DMM1 と Yahoo で、2つ画面出せるじゃんね、クライアント版で。で、さらに、その、ボットやってた赤はもう Yahoo 版しかないわけじゃん。だから、ね、6話か7話か出してたら、まあ、ね、古いパソコン、6台、7台出せば、一応、ボット動くわけだから、まあ、そんな感じだよね。まあ、とりあえず、まあ、ここはね、本当に、多分またチートとして復活するから、皆さん、気をつけた方がいいっすね。